ディオン・クリストファー・ヒーリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのウェストヒルズ地区出身のプロ野球選手。宇藤右打ち、現在は、フリーエージェント。愛称はヒールズ。2013年の MLB ドラフト30目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビュー。 A-9 バーモントレイクモンスターズでもプレイし、2球団合計で47試合に出場して打率、236本塁打、29打点、2投塁を記録した。2014年は A 級ストックトンポーツでプレイし、136試合に出場して打率、285、16本塁打、83打点を記録した。2015年は A 級 ミッドランドロックハウンズでプレーし、124試合に出場して打率。3 2 0本類打62打点を記録した。2016年は開幕を A 級ミッドランドで迎え、5月にはトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ昇格した。7月にはオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。7月15日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のトロントブルージェイズ戦にて9番サンルイ塁手で先発出場してメジャーデビューし翌16日にはメジャー初本塁打を放った。9月には打率3557本塁打19打点の活躍で同月のルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞した。この年メジャーでは72試合に出場して打率。 305、13本塁打、37打点を記録した。2017年は149試合に出場して、打率。271、25本塁打、78打点を記録した。2017年11月15日に、エミリオ・パガン、アレクサンダー・カンポスとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。2018年は133試合に出場し、打率。 235、24本類が73打点を記録、2年連続して20本類代上をマークした。2019年レギュラーシーズン終了後の10月28日にマイナー契約で参加の AAA 級タコマレーニアーズへ配属され30日に FA となった。2019年12月17日にミルウォーキーブルワーズと1年契約を結んだ。 2020年は4試合の出場に止まった。オフの10月30日にマイナー契約となり、その後自由契約となった。2020年12月6日に久保リーグのハンファイーグルスと80万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大20万ドルの出来高が含まれる。2021年は67試合に出場し、打率257、7本類だ。 37打点と期待とはほど遠い成績にとどまり、7月4日にウェーバー工事され対談が決まった。ありがとうございます。